はい、今回はシリコンバレー銀行破綻とシグネチャーバンク破綻、あとですねアメリカ経済について、あとアメリカの動きですね、あとその後ですね、僕たちが住んでる日本に何かしらの影響がある可能性が非常に高いと考えられますので、そのような件について分かる限りお伝えしていこうと思いますので、今回もよろしくお願いいたします。リスナー様もこちらシリコンバレー銀行破綻の内容関心を持っている方が多くいらっしゃると思いますが、日本のマスコミがほとんど報道しないんですね。だから情報がまずあまり回ってこずに、 SNS とかしか情報がないんですよ。でこういったことかなと思いながら、憶測して今回真剣にお伝えしていこうと思うんですが、日本のマスコミは何を報道しているのかっていうと、高市早苗と小西文書とかそういったことなんですね。もうある程度シナリオが決まっていることで、本当にですね僕たち日本国民が今後どうなるかっていうことを考える、そういった情報が報道されない。あと野球ですね、 WBC とかそういったものばっかり報道して、このシリコンバレー銀行の話であったりとか、今回シグネチャーバンクが破綻した話とかっていうのがほとんど出てこない。で他にもアメリカの何て言うんでしょう、国内経済においてアメリカ国民の動きで関心があるものがあるんですが、ほとんど報道しないんですね。ほとんどっていうか全くしてないかな。だからこの日本国民にとってとても大切なことを報道しないっていう、このマスコミっていうのは違和感しかないと思いますが、日本のマスコミをね、コントロールしてるのはアメリカのね、大元のマスコミですから、そういうことを報道させないようにしてるんじゃないかなと思うんですね。ただSNS がありますので、 SNS の情報を手がかりに、こういったことなんじゃないかということを、僕なりに思ったことをお伝えしていきますので、リスナー様の何かしら一つでもお役に立っていただければと思います。ここからお伝えしていきます。まずシリコンバレー銀行破綻ということなんですが、これはどういうことかっていうと、シリコンバレー銀行っていうのはIT 関係のスタートアップの会社に融資をしていたっていうことなんですが、そういったことも関係しているみたいなんですが、そのシリコンバレー銀行が経営破綻したと。アメリカ史上2番目の、銀行破綻ということなんで、なんでね、こういう大きい銀行が、しかも短時間で確か破綻したのおかしいなと思うんですが、利上げが続く、経済環境の中で企業の資金調達が難しい、預金の引き出しが、起こったということになってます。だから、シリコンバレー銀行っていうのは取引先がですね、このスタートアップ関係の企業、IT のっていうところで偏っていたということで、そういったことがあると言われているんですね。でこのスタートアップ企業も、その資金繰り、手元資金の、資金繰りに不足したりとか、手元資金が不足して、預金を引き出すとか、そういったことが起きて、それで破綻したと言われているんですが、ちょっとね、わからないところもありますし、わからないので何とも言えないんで、そういったことが言われていると。疑問なのはね、このシリコンバレー銀行っていうのは短時間で破綻したんですよ。確か1日も経たず。それっていうのもなんかおかしいじゃないですか。アメリカ史上2番目の銀行がそんな短時間で潰れるのかなとかっていうのもわからないし、思うんですよ。でこのシリコンバレー銀行の破綻の際に言われていたんですが、含み損があるっていうことで、アメリカの他の銀行も含み損があるっていうことで大きく注目されていたんですよ。他の銀行も含み損があるんで潰れるんじゃないかっていうことが言われていたんですが、このシリコンバレー銀行に続いてシグネチャーバンクってところも破綻したんですね。このシグネチャーバンクっていうのはニューヨークに拠点、ニューヨークに本拠が置かれてある、こちら銀行ということで、かなりこれ大きい銀行だと思うんですよ。でこのですね、シリコンバレー銀行とシグネチャーバンクっていう大きな2つが経営破綻したということは、これは何を意味するのかっていうと、アメリカ国民っていうのはね、このままいったら他にも銀行がまた潰れるんじゃないかとか思って預金引き出しをするんじゃないかっていう、そういうことが考えられるんですよ。皆さんもそう思われると思いますし、で僕もそう思って調べていたら SNS に情報があったんですね。だからこれっていうのはすごく大きいことなんで、本来はマスコミっていうのはこういうのを取り上げる必要があるんですが、日本のマスコミはこういったことを、全く取り上げないと。ニュースを見れば、今日文書と高市の話だったり、野球を取り上げてるんで、どうしようもないなと思いますけど。でじゃあ何がこれ大きいことかっていうと、こういったことが SNS に、あったんですよ。情報がシリコンバレー銀行に続いて、カリフォルニア州のファーストリパブリックバンクでも預金引き出しのために ATM に行列ができていたと。
だからアメリカ国民はこのままいったら他の銀行も潰れるんじゃないかと。で、銀行が潰れたらお金をね、預金を引き出すことができないっていうことで不安に駆られて、このファーストリパブリックバンクっていうところに列をなしていたんですよ。この写真があって、その写真を見たんですけど、まあ長い列ができてましてね、アメリカ国民っていうのはね、その2つの大きな銀行が倒産した、破綻したっていうことでかなり不安を感じていると。まあ、そういったところから預金を引き出す行動に出たと、 ATM に行列をなしていたと、まあ、そういったことです。だからアメリカ国内においてこの2つの大きな銀行が潰れるっていうことはものすごく大きい問題じゃないですか。で、もう一個あるんですよ。すごくこの疑問なことがあって、もちろんね、なぜなのかっていうのは分からないし、おそらく本当だと思うんですが、非常にこちら、まあ、リスナーさんも関心を持たれるかもしれない内容なんで、こちらを、お伝えして考えていこうと思います。こういった情報が SNS にありました。アメリカの大手銀行ウェルズファーゴで顧客の預金が口座から消えているということが分かりました。この銀行側はこちらに関して、技術的な問題と、言い訳しております。意味が分かりません。どこ行ったんでしょうか、このウェルズファーゴっていう銀行の、預金口座から顧客のお金が消えていたって、このお金どこ行っちゃったんでしょうかね。全く分からないですが、全くこういったことっていうのは報道しないんですね。ただし、こういった情報が SNS に回ってるんで、まあおそらく誰かこういった情報を知っている人が、まあ違和感を感じて投稿してくれたんだと思うんですよ。だからこれって、ね、2つの銀行が潰れたっていうこともそうですし、このね、アメリカの大手銀行ウェルズファーゴの、預金口座から、顧客の預金口座からお金が消えていたって、何が起こってるのかわからないじゃないですか。アメリカ国内の経済が混乱しているっていうことがわかるんですが、非常にですね、こうなんていうのかな、考えさせられる、考えるところがあるんですよ。で、こちらは前もお伝えしたことがありまして、まあ、皆さんも、まあ関心を持たれるし、まあ、僕も思うんですが、まず なぜこれに関心を持つのかっていうと、当然大切なことなんですが、アメリカで起こったことっていうのは、その後ですね、時間を経て日本で起こるんですよ。なぜかっていうと、アメリカっていうのは日本の宗主国、日本はアメリカの属国っていうことなんで、アメリカで起こったことがその後日本で起こる、そういったまあ現象があるんで、だから僕たち日本国民はこういったことに関心を持つ、あるいは持つ必要のある内容なんですが、アメリカっていうのはニュースに出てるんですよ。この今回の銀行の破綻ではなく、その前からニュースに出ているんですが、現金を持ってる人がほとんど少ないっていうことは分かってるんですよ。現金を用意できないってことです。預金も預貯金もほとんどない人が多いし、アメリカ国民っていうのは今現金を持っていないっていうことがニュースになってるんですよ。それは何でかっていう、どういうことかっていうと、アメリカ国民っていうのは物価高とかがあって非常に生活が苦しくなっていて、どうやって生活をしているのかっていうと、クレジットカードのキャッシング枠で、その生活をしている。だから翌月にクレジットカードのキャッシング枠で、まあ、お金を、まあ、払う、その自転車操業みたいな形で国民が生活しているっていうことが、まあ、ちょっと前からもう言われてるんですよ。アメリカの経済っていうのは厳しいっていうことで、国民生活も厳しいっていうことを言われてるんですね。で、アメリカっていうのは今お伝えしたようにクレジットカードのキャッシング枠で国民が生活しているっていうことで、そうなんですが、そちらが分かっているんですが、例えばアメリカっていうのはね、様々な他にも経済問題を抱えており、自動車ローンね、アメリカっていうのはその自動車ローンとか、かなりですね、多くの人が抱えているんですが、その経済的に苦戦しているということで、アメリカ自動車ローンのですね、滞納が目立っている、あるいはですね、住宅ローンも同様に滞納が目立っているということで、これアメリカの問題になっているんですよ。だからアメリカっていうのは今何かっていうと、住宅バブル崩壊の危機にあるんじゃないかっていうことが言われているんですよ。で、当たり前ですが、アメリカのことだからどうでもよくありません。日本にもこういったことが時とともに、時が経ってから訪れる可能性があるんで、僕たち日本国民も考える必要のある内容なんですね。ただし、マスコミがこういうことを報道しないんで、なかなかわからないと。で、僕もちょっといろいろ調べてみて、こういったことかなと思う、まあ、ことを今回ちょっとお伝えしてみました。だから、時たって日本にもこのことが起こる可能性がある、そういった可能性があります。ちょっと今の時点で分かる、まあ、精一杯ということなんで、ちょっとうまく伝えられないところもありまして、まあ、申し訳ないんですが、今回はこのシリコンバレー銀行破綻と、まあ、シグネチャーバンクの破綻
あとですね、アメリカ経済、アメリカ国内の動き、日本に関連することということで、お話ししてみました。こちらの内容ですね、もしまたいろんなことが分かりましたらお伝えさせていただこうと思いますので、リスナー様の何かしら一つでもご参考になっていただけるものがあれば何よりですということで、今回のコンテンツここで終わりです。最後まで聞いていただきましてありがとうございました。失礼いたします。